シネマトゥデイマホモリティリポート、本日のゲストはジョイさんにお越しいただきました。実は私たち、はい、別府つながりで、そうですね、私が別府のブルーバード劇場という劇場を今お手伝いしてるんですよ、はい、ジョイさんは別府出身で、そうですね、生まれだけ別府で、はい、年に1回あのおじいちゃんおばあちゃんに会いに行く。先日ドニー・イェンさんの映画ロイヤルデブの東京ミッションに、はい、メインの悪役として、そうですね、はい、出演されて、うん、もういかがですか、こう反響というか周りからの。めちゃめちゃいいですよ。ドニーさんはどうですか、終わってからこうよかったねみたいなねぎらいの言葉ってありました？ありましたよ。一緒に劇場で見たんですよ。あ、そうなんですね。あの香港のプレミアの時に、真ん中の席にドニーと、はい、隣座ってで見てて、で見終わってそのまま握手してくれて、そうよかったねって。素晴らしい。ドニーさんのこの現場っていうのは、日本と香港との大きい違いというのはどんなところにありました？この作品の面白いところって、日本の撮影は、はい、の現場は日本のチームでやったんですよ。あ、そうなんですね。アクションチームはずっと日本なんです、はい、で香港パートは香港チームで、はいはいはい、中国で撮影したものは中国チームでっていう、はい、いろんなチームと関わったんで、なかなかないじゃないですか。そうですね、全く違う現場を同じ作品で経験するっていうのは、うん、国とか人で全然違うんだな。本当ですね。それだけのチームが関わって動くっていうだけでも、規模感の大きさがすごい伝わってくるんですけど、うん、そうですね。でしかもあれですよね、なんかあの台本がない。そうです。その場でどんどん動きだったりとか、その脚本もどんどん決めていくみたいな。そうですね、まあ、アドリブの、はい、あの空気感が出るというか、はいはい、映画見ててもこれ全部アドリブっていうのが私全然分かんなくて、まあ、アドリブっていうかただ台本がないだけで、うん、まあ、前日にじゃあこういうことを決めようとか、はい、もう忙しすぎたら当日にやるとか、現場入ってモニター囲んで、はい、みんなで座って、うん、じゃあ今日何しようか、はい、じゃあ今日このシーンやるからこのセリフだよね、ここのところ作りたいから、ここのセリフを言った時にじゃあどう返すとかっていうのを、まず1時間ぐらい現場入って朝ごはん食べながら、アクションもだからその日に決めるんですね。アクションもその日に決めます。だいたい前日ですねに入れていく感じなんですね。そうです、もう撮影全部終わって、はい、ドニーさんも衣装脱いで、はい、肉襦袢、はいはい、まだちょっと脱いで、ね、衣装だけ脱いで、はい、この状態で、はい、でこう手考えて、いや、それにしてもすっごい本当に綺麗で、動きがものすごい綺麗だし、姿勢とかもすっごい美しかったんですけど、もともとジョイさんはそのアクションはされてたんですか？アクションはしてないです。アクションを始めたのは、はいはい、僕が16歳の時に、まあ、オーディション形式 で僕はそのアクロバット、空手、ダンスっていう3つがあって、はい、まあ、こういうことができますよっていうので引っかかり、うん、琉球バトルロワイヤルっていうのを、はい、もう僕の当て書きみたいな感じで、はい、映画を作ってくださって、はい、そこからですね、アクションっていうものに触れたのは。ダンスもやられたんですね。そうです。ダンスは、親の影響で、はい、空手もできる、アクションもできる、英語も堪能、はい、用意したんで、もう言うことなしに存分に揃ってると思うんですけど、これからもやっぱアクションは続けていきたいっていうのはあります？もうね、期待がすごいんですよ、皆さんからいやもう相当期待します。今私もガンガンに今、ね、期待を押し付けてますからね。いやもう親のおかげですよ。でも親がアメリカにいたからと、はい、母親が空手ずっとやってたから、あ、そうなんです、ね、向こうでダンススタジオ経営してたから、なんていい子なんですか。いやいやいや、こうやってお母さんのことを立てるっていうところもまたね、容姿端麗に加えて性格もいいっていう。これから新作が待ち構えているということで、はい、まだちょっとタイトルは言えないんですが、某超有名時代劇作品で、こちらも、はい、あの大活躍されているということで。そうですね、はい、それが、はい、モエヨデブゴンの撮影が終わった、はい、その同じ年かな、はい、の作品だったんですよ、はいはいはい、なんでもうパワーアップしてて、はい、自分の中ですごい。ドニーとやったし、そうですよね、自信もついてますよね。一人で中国行って6針縫ってるし、6針
て恐ろしい。そう、マネージャーもいない中、うん、すごい。で、23歳、すごい、本当にからすごい自信がついてるわけですよ。そうでしょうね、うん。でもどんなもんじゃいと思って、うんうん、ジョイやってきたぞ、はい、やるじゃないですか、はい、めちゃめちゃきつい。そうなんですか。もうね、しごかれてしごかれて。それはなぜかというと、はい、集まってる人たちのレベルが高すぎて、はい、ドニーを10人にこう分けたみたいな、はい、10のレベルに分散したみたいな人たちがいるわけです。すごい。その10人と戦うっていう。実はちょっと今回は本当先取りインタビューで、その作品が公開された時には多分皆さんが本当にあの役超かっこよかったってなってると思うので。どうだろう。いやもう絶対そうなってると思いますよ。なのでね、ちょっとその時にこの動画を見返していただければと思ってるんですが、ちょっとジョイさんに最後に私からのもう無茶ぶりというか無茶なお願いをしてしまおうと思うんですが、あのアクションを、まあ、そのドニーさんとね、しかも今回のこの新作でも見せているアクションをぜひ生で見てみたいと。私を殴ってくれてもいいんですけど、殴るじゃないけど寸止めみたいな。超怖いけど、ちゃんできます？できますよ。一番、印象に残ってるやつだと思うんですけど、はい、これが、はい、よいしょ、すごい。ありがとうございました。今日はもう本当ジョイさんのもう才能をもうとことんちょっと知れてすごく嬉しかったです。もうちょっとまたね、あのハリウッドスターになってもこのコーナーにぜひ出てくださいね。はい。はい。スターね。はい。なりたいですね。いやー、どんな人と共演したいとかあります？次は、ハリウッドの前にインドネシアがいいなと思います。お、レイドとか、レイドとか、はい、イコとか、イコウアイスとか、イコウアイスとか、はい、あのティモとか、あーティモとか、そうですね、そういろいろハリウッドとかも動いてるんで、はい、ね、あっち行く前にまたいろいろ遊んでみたいんですよね、こういろんな人たち、いいですね、経験して、イコもねハリウッド行きましたもんね、そうなんですよ、ね、そうそうそう、もうちょっとどんどん続いていっていただければと思います、はい、ありがとうございました。ジョイさんでした。本日のゲストです。ありがとうございました。ありがとうございました。